こんにちは、池田真子です。今回はこちら、てれん、今日から発売のローリーズファームから新しく出たこちらのルームウェアを紹介します。で、今回同じものをプレゼントもしようと思っているので最後までご覧ください。それでは真子チャンネルスタート。ということで、ローリーズファームからね、新しくルームウェアとアンダーウェアのラインのルームっていうのがね、できたみたいなんですけど、それが今日から発売されました。で、ルームウェア3種類とアンダーウェア6種類がね、今回できてるんですけど、その中から1種類ずつ選んでみました。ではまずルームウェアの方から紹介します。こちらはストライプ SP です。お値段は5900円になります。はい、開けてみました。こちら、あ、触り心地気持ちいい。で、このストライプのタイプはカラーが2種類あって、ピンクの方を選びました。アップにするとこちらです。ピンクにブルーとホワイトのラインが入っていて、すごい可愛いです。で、こういうね、襟元とか、あとポケットの部分もそうなんですけど、こういうパイピングっていうみたいなんですけど、これもね、またポイントになってすごい可愛いなって思います。で、生地もね、なんか結構テロテロじゃないんですけど、なんかすごい気持ちいい触り心地で、なんかリラックスできそうな感じで、上はこう長袖になっているんですけど、下はハーフパンツになっています。ここの紐もね、サテンリボンみたいな感じになってて、めっちゃ可愛いです。あ、ポケットもついてるで、あとさらにこちらも、てれん、巾着もまた一緒についてました。ルームウェアと同じデザインです。で、この下にロゴが入っています。ローリーズファーム。紐の部分もさっきのリボンと同じサテンになってます。これはこういうさ、巾着ついてたら、なんか旅行に行く時とか遠征行く時とかにこれにそのまま入れても持っていけるし、もう本当にね、わかるかな、これなんて言ったんやろ、めっちゃ気持ちいい触り心地が。なんかシンプルやけどシンプルになりすぎてないとか、あとはリラックスして過ごせるシルエットと着心地っていうのをね、テーマにされてるみたいなんですけど、なんかこうやって持っててもそんなに重くもないし、なんか肌触りが気持ちいいです。で、実際に着てみたのがこちら。他にも無地のパイピングだったり、あとはサテンドットっていうのもあるみたいなので、気になった方はチェックしてみてください。次はこちら、レースブラショーツです。お値段3900円。こちらはカラーは4種類あって、私はホワイトにしました。で、あと形とか生地もね、他にもいろいろあるみたいです。こちら開けていきます。はい、まずブラがこちらになります。もうレースがめっちゃ可愛い。後ろから見るとこちらで、これノンワイヤーになってるみたいで、なのでね、もう痛いとかもないと思うし、あ、触ってももう全然柔らかいや。しっかりパッドも入ってます。わ、これはもう楽ちんそう、家で過ごすとかしても。で、あとはこのままなんか、例えば服、洋服着てこうチラ見せみたいな感じで着たりとかもできるみたいなので、結構万能に使えるアイテムじゃないかなと思います。で、ショーツがこちら。こちらももう全部レース、後ろもレース、全部レース。ちょっとこの周りがこうまたヒラヒラってしてんのも可愛いなと思います。可愛い。で、さらにこちらにもね、巾着がついてて、ほら、サテンの巾着。これもなんかすごい触り心地もいいし、めっちゃ可愛いです。これも巾着にも入れられるし、さっき言ったようにね、旅行とか遠征の時に下着とか入れたりするのにもいいと思うし、こういう巾着とかもね、使えるし便利やなと思います。これの同じレースのこのベアトップタイプだったり、他にもね、生地とかが違うものだったりとかもあるので、他にも気になるって方はぜひお店でチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はローリーズファームから発売された新作を紹介しました。そしてプレゼント企画ということなんですけど、こちらの私と全く同じこのストライプのピンクのルームウェアをプレゼントしたいと思います。サイズは M サイズになります。で、こちら当選者1名様となるんですけど、応募方法はこちらの動画にコメントをしてください。そしてそのコメントでたくさんね、アピールをしてくれた子にプレゼントしたいと思います。もう何回コメントしていただいてもいいし、例えば長文にしてもいいし、短い文で書いていただいてもいいし、なんかこう純粋にすごいなとか、ちょっとぐさってきたなとか、面白いなとか、そういうなんかコメントを見て感じるなって思った子にプレゼントしたいと思います。
プレゼントしたいと思います。もう表現の仕方、アピールの仕方は自由なのでコメントお待ちしています。そして応募期間は3日間で5月11日の20時で締め切ります。当選者発表は4日後の5月12日の20時の動画の概要欄に書きます。その時に概要欄に名前を記載させていただくので、YouTube のアカウント名が公開されたくないなって方はコメントと一緒にニックネームも書いておいてください。当選者さんには YouTube のメッセージからご連絡させていただくので、そのメッセージが受け取れるようにしておいてください。もししばらく経っても返事がなかった場合は、2番目にアピールがすごいなって感じた方に送らせていただきます。ということで、気になった方は気軽に応募してください。そしてマクチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。不定期でライブ配信もしてやるので、また遊びに来てください。では、池田まこでした。バイバイ。